ると賢者の転生婚かつての公的主と婚約して最強夫婦になりました。星に。軍事国家の英雄と呼ばれる戦士の人族がメインヒーロー、魔法国家の賢者と呼ばれるエルフっぽいメスがメインヒロインのラブコメ漫画。この二つの国家は国家間で対立しており、お互いの切り札である、英雄と賢者は常にバトっていて引き分けみたいな感じ。そんな中、賢者がついにガメをべらしてしまう、それに嘆いたいい年したじいさんになっていたメインヒーローは最後に賢者の死体に挨拶したらなんやかんやあってガメをべらする。そうしたらなぜか千年後に転生しており、田舎で木こりをしていたら前世の功績種であるメインヒロインも転生しており、そのメインヒロインの貴族と恋人になるという設定。その設定どうなっているの？という重箱発言をすると、前世でエルフっぽいヒロインは今世では人族に転生していたのだが年齢が200歳という感じ。まあ人族が短命って固定観念は異世界ファンタジーあんこが染みついているおまんじゅうたちがそう思うだけで別に異世界ファンタジーだから何してもいいんだけどね。そんな感じで千年後に転生して恋人になった二人はここから学園ライフを始めるという冒険ありのラブコメ漫画。